はい、こんにちは。スプレーアートでのめちゃんです。ということで今日はスプレーアートで大切な道具を紹介していきたいと思います。でね、これね、ずっとね、長年使ってた箱なんだけど、ちょっとね、2箇所で絵描くことになったから、2個道具箱作ろうと思って、同じの買ってきました。これね、カインズホームで売ってました。2500円ぐらいおって。まあ今から、この箱、スプレーアート、まあこれだけじゃないんだけど、持っていくのが、まあいろいろあるんだけど、とりあえず簡単に道具を紹介していきたいと思います。ここにね、あるのがね、道具箱に入ってるやつです。まあペインティングナイフ。ペインティングナイフ。まあスポンジ。切るためのカッター。スポンジ。宇宙とか描く、惑星とか描くためのお茶碗。ペン。筆。上につけるキャップ。とライター。ヘラ。で、まあカッターの刃の替えが、この中に入ってるやつ。まあ、もう少し中にも入ってんだけど、まあ、こっちは別にあってもなくても、みたいな感じだから、まあ、メインに使うやつだけ紹介します。とりあえずこれ、下に、じゃ下に入れるやつ。腕、こっちの場に、マスキングテープ、スポンジ、ガムテープ、予備で2個。このまま使わないと、ヘラ。で、これが、下段。で、ペン。ペインティングナイフ。カッター。ライター。にこの味これも明日かな、使うときと使わないときとって感じで道具紹介でした。本当にこれがないと本当にね、スプレーだけになっちゃうから、これが本当に大事な道具になります。これ本当に忘れたりするとどうしようみたいになるから、本当に道具はしっかり管理できるようにということで、まあアートやったりスプレーアートやったり、まあ何にするにしてもなんか基本の材料みたいなのがしっかりあればしっかり絵が描けると思います。ということで忘れないようにしっかり準備してスプレーアートを楽しみましょう。 OK! ということで楽しいと思ったらチャンネル登録と、まあ、ためになったなと思ったらチャンネル登録と高評価とコメントお願いします。他にも何か質問あったらコメントください。 OK! アディオスアミゴス。